しょ。爆弾はさっさと使えってことよ。あなたいつも私に派手に吹き飛ばすなって言うけど、使い切ってたら刑事が来たって平気だったのに。警察が張り込みしてそうな場所へ出向くときにチェックすべきことを教えよう。バンは止まってないか。ピオナ待てよ。仕事中にこっちをチラ見してる奴はいないか。子供が見てないか。世界中どこへ行っても男の子はキャンディーと子犬とおまわりさんが好きだ。やれやれ、あのストーカー刑事想像以上に俺のことが好きみたいだな。ウエスティンさん。いやあ、パクソン刑事、そっちのお兄さん誰だっけ？私もここで倉庫を借りようと思って。あなたの見せてくれない？俺の倉庫だって？そうよ。どんな偽名を使って借りたか教えてくれる？荷物出すならどうぞ、邪魔はしないから。刑事さん、それは誤解ですよ。あなたがここにいると聞いて挨拶しに来たんだ。領収書を渡しとくよ。これを見れば俺がどこで何をしてたかわかるでしょ。フィーが朝飯にスパニッシュオムレツ食った。白身だけ？ありがとう。ねえ、もし証拠を隠滅したいと思うならまた寄って。ずっと待ってるから。あなたに気がある？色目使った。その方がありがたいが。